掘り出し聞き出し気づかせラジオエトセトラエトラジ。さあ新年でございますな。あ、新年でございますね。この前英語で言うとハッピーニューイヤー。ハッピーニューイヤーでいいのね、うん、今年もよろしくお願いします。英語で言うと今年もよろしくお願いしますって、そういうのない、ね、今年もよろしくお願いします。英語で言うと今年もよろしくお願いしますって英語ではないのよね。だからとりあえず、とりあえず何でしょうね、なんていうかな、ハッピーニューイヤー、あの今の展開としてはですね、それもハッピーニューイヤーかよっていう展開ですよ。それもハッピーニューイヤーかよ、何でもハッピーニューイヤーかよっていう展開ですよ。じゃあハッピーニューイヤーお願いしますよ。いやいや、マミコさんが教えてくれたんです。どういうこと、どういうこと、あなたの授業でそうやって言ってはったよ。あ、今年もよろしくお願いします。去年ね、去年の時は Have a Happy New Year もう言うてはったで。 Have a Happy New Year、 今年もよろしくお願いします。英語で言うと Happy New Year って言うてはったでっちゅう話したいのに、何どん詰まってまんねん。いや、なんて逆に今年もってなったらどういうかなと思って。昨年の場合だったらですよ、1年前の場合だったらですよ、まあ、すっきりしてくださいよ。いいですか、すっきりできましたか。だから今年の場合だったらなんていうのが、なんて言ったら、まあ、ニューイヤーズレゾリューションとか聞きますね。進みますよ、着々と。はい、はい、OK ですか、聞いてます。聖徳太子像の制作、はい、聞いてますか、キーさん。初登場したのが1950年、昭和25年1月7日のことでした。聞いてなかった、聖徳太子さんやねんで、はい、聖徳太子さんは周り何人やったら7人10人の声を聞けたっちゅうね、うん、そういう意味で聖徳、聞いてますかはあってんね、うん、キーさん聞いてますか言ってたでしょ今、うん、聞こえてたんですか、ね、聞こえてたんです。聖徳太子像の正印刷が初登場したのが1950年、昭和25年1月7日のことでした、うんうん、まず1問目、うん、1問目言うたら聖徳太子像の正印刷知らんよね、うん、僕たちが知ってるのは1万円札、聖徳太子像。知ってる、正は伊藤博文さんやった。あれ違うか、野口秀夫さんとか伊藤博文さん、500円札じゃん。500円札でしたか、あれ野口さんと、うん、今誰、ね、うわ出してこない、分かる、樋口一葉さん、樋口一葉さんは前、それ五千円札ね。あのボケるからお札、夏目漱石、夏目漱石、うん、多分合ってると思う、調べなくていいですか、うん、でこれね、ちなみにやけど令和のコインを僕はまだ見てないんですよ。あ、私もまだ見てないです、ね、まだないですか。令和元年と印字されたコイン、うんうん、もちろん令和2年のコインもまだ収蔵されてへんと思うけどね、うんうん、令和コインまだ見てないでしょ、うん、で僕が言いますよ、聖徳太子像の正印刷が初登場したのが1950年、して昭和25年1月7日のことでした、うんうん、で僕らが知ってるのは1万円札の聖徳太子像でしょ。そうね、ね、で現在は福沢諭吉さん、福沢諭吉さん、ね、もう諭吉がっていうもんね、よくネタで ね、うんうん、で未来にもう決まってんね、渋沢栄一先生が次の1万円札の肖像画になると、ね、こんな感じですな、ご理解いただきました、うん、で僕らは子供の頃はお年玉といえば聖徳太子像に1万円札が入ってたら嬉しいなの世界でしょ。あ、そう ね、うん、ね、今は諭吉が見えたら嬉しいわけでしょ、うん、ね、前澤友作さんのお年玉もやりましたか、リツイートするやつ、やりましたね、今日発表ちゃうか、1月7日発表ちゃうかな、うん、どうやって発表しはるんかはあれでした、うん、あれですが、どうやってしはるのかな、なんかライブしはるんちゃう、はい、ということで日本で初めての本格的な乗用車、うん、トヨペットクラウンが登場したのが1955年、昭和30年1月7日のことでした、うん、はい、ということでクラウン乗ってましたとか、クラウン乗ってました、はい、乗ってました、乗ってた、はい、いつ乗ってたん、いつ乗ってた、いつ乗ってたんですよね、ちょうど二十歳ぐらい、二十歳ぐらいですね、うん、僕もねクラウン乗ってるんです。あ、おやすさんがクラウン乗っててお下がりを一瞬だけ乗って、ね、ほんで当てたかこすったかぶつけたで、うん、廃車にしたんかな、なんか、うんうん、しました、はい、はい、だからクラウン乗車歴あります。トヨペットっていうぐらいからトヨタやね、そうやね、トヨペットってあったもん、今もあんのかな、トヨペットってあったね、うん、なんとかオート、トヨタオートとか、うん、トヨタの店なんかあのディーラーの店あるもんね、トヨペットっていうことね、トヨペットあったあった、うん、トヨペットというディーラーか、でも今これトヨタペットクラウンっていう名前やったのかな、ねえ、本当にね、その名前やったんでしょうね、かな、まあなぜクラウンね、うん、まあ、クラウン言うたらいわゆるその、社長さんとか、ね、なんかおっちゃんの車のイメージもね、あ、そうね、イメージですよ、なんか安全
やからっていうのも大きい方がっていうのも、ね、安定安心だからカローラがあってのクラウンかな、なんかそれでクラウンの2000やったらサニーがあってのセンチュリーとかね、うんうん、かな、うん、ゴーンの話はしませんけどいいですか、はい、はい、それだの話してね、グロリアとかあったね、はい、グロリアは日産ちゃう、日産ですか、シーマも日産ちゃう、あのね、マイケル・J・ ホックスがコマーシャルしてたのはホンダのインフィニティやとか、うん、とか同じぐらいの大きさの同じ感じでね、うん、あのバブルの頃の車です、バブルの頃のね、車ね、それこそ、あのバブルの頃生きて、あそれは言わなくていいです、ね、映像で見たでもいいです、ね、あの頃は、ね、タクシー止めるのに一万円札をこう、うん、ビラビラ振って、うんうんうん、それこそ聖徳太子像の一万円札を振ってたんちゃう、え、バブルの頃まだ聖徳太子やったんちゃう、聖徳太子福沢諭吉になったの、ね、調べてもらえそうにないからリスナーの方が調べて、うん、あれいつから諭吉になったよね、いつからでしょう、福沢諭吉の一万円札はいつからなのか、福沢諭吉の一万円札で調べられます、福沢諭吉一万円札肖像でもいいかな、一万円札、マミちゃん調べます、リスナーのあなたも調べてください、一万円札が今福沢諭吉さんですが、うん、福沢諭吉さんになったのはのことからでしょう、ねえ、どうやったらいいかな、福沢諭吉で調べたら一万円札プラス福沢諭吉20年ぶりって書いてあるから、それは今回が新しく20年ぶりに変わるってことでしょ、ね、肖像画の歴史を調べてもらったらいいんちゃいますか、止まってるんで進めとき2004年、ね、2004年から諭吉さんになったの、諭吉さんになりました、ということはバブルの頃1990年代、2000年代初、うんうん、初っ端はやっぱりタクシーは一万円札は、うん、聖徳太子って言ってるところね、聖徳太子だったんでしょうね、ちょっと しばらくそのページ置いといてもらっていいですか、ね、調べてみてください、あ、聖徳太子はいつから、昭和、うん、33年、昭和33年、うん、あの千円札が昭和25年からやからそんなもんちゃうね、昭和33年から11月からその諭吉さんの時まで2004年まで1986年まで、ああそう、うん、え、だって諭吉さん2004年からじゃないの、あれ支払い停止、これ何だろう、あ、ストップして、どういうことでしょうかね、まみちゃんの見るとこだ、これだ、これいつからになってるの、諭吉さんいつから、1984年、あんな合ってるやん、84年からやろ、あ、そうです、それやったら合ってますよ、はい、もういいですか、次いきますよ、鳥羽伏見の戦いで徳川軍を破った新政府が徳川慶喜の追放令を出したのが1868年1月7日のことでした、どこですか、鳥羽伏見、うん、お京都でしょ、鳥羽言うたら伊勢志摩の鳥羽、なぜあの辺りと京都、まあ、まあ徳川軍言うたら東京やもんね、うん、で、慶喜をまあ追放令出した、追放令出した日、うん、要するに今日から、今日からというかその何年、まあ旧暦、太陽暦の絡みもあるけど、うん、やっと、徳川幕府が終わるというか、うん、終わりかけるというかね、これ終わらんかったら秀吉君の報告神社とか建てへんからね、うん、封印されてるからね、徳川時代報告神社とかね、うん、あの秀吉君のお墓はちゃんとあったんやけどね、うん、あのお墓はどこにあるんですか、報告、京都の報告神社の上の方にあるよ、京都に報告神社がある、うん、京都の報告神社の上の方にあったりとか、そういうところ、あれどこ、伏見城ですか、報告神社の京都のど真ん中やから、ど真ん中だ、京都報告神社で上のどこにあったはずよ、うん、お寺の方にね、なんで調べます、京都報告神社、秀吉さんのお墓で調べますか、違いました、ね、何にします、秀吉お墓、どうでしょう、秀吉お墓京都ってしてもらった、秀吉お墓京都、すいませんね、リスナーのあなたも ね、はい、ね、一緒に調べてもらっていいです、ね、秀吉京都、京都でしょ、言って、はい、報告神社の上にあるはずよ、高い山の上、今熊野ですか、ん、ちゃんと出して、あの黙らんとなんか喋って、京都東、東山、山の、うん、だから下が北国じゃない、その上やったと思う、今熊の阿弥陀が
峰町って書いてあるんですけど、うん、町名よりお寺とか名前をここに眠るって書いてあるよ。それはどこですか。蘇るか。京都女子大学の横通り女坂を上り詰めると入り口の社があり、そこから500段余りの石段をさらに登って上がります、うん、阿弥陀ヶ峰の頂上に書いてある。じゃあ阿弥陀ヶ峰の頂上でいいかな、うん、それにそうしとこう、うんうん、はい、はい、進みます。いいですか、はい、はい、NHK の藤井康夫エグゼクティブアナウンサーお誕生日、はい、おめでとう。ハッピーバースデー。ですね、藤井康夫アナウンサーというのは大相撲で有名なアナウンサーでございまして、うん、まあ、オリンピックとかもやってあるんですけど、うん、マミちゃんとアッキーは、去年の春に何回何馬駅、要するに大相撲の春場所、去年の春ですか、去年、一昨年かな、あの大相撲春場所が大阪府立体育会館、うん、いわゆるエディオンアリーナかな、うん、で今の名前はね、うん、でそこに行く前の当日、うん、その取材が、その日放送はなかったと思うんで多分取材だと思うけど、うん、行きある時に朝、大阪府立体育会館入りする直前に、うん、南海難波駅でたまたまお会いして、うん、写真を撮っていただいてる藤井康夫アナウンサー、うん、もうね定年やから、昭和32年生まれで定年やから、はい、今食卓アナウンサーやねんって。でもずっと NHK のアナウンサーでエグゼクティブアナウンサー、うん、エグゼクティブアナウンサーですか、うん、藤井康夫さんお誕生日でございます、うん、ね、一応お会いした人やからね、うん、はい、覚えてます、なんとなく覚えてます、覚えてます、写真撮ってるから写真見返す、はい、覚えてますね、はい、覚えてる、覚えてる。さあということで続きまして、うん、今日は爪切りの日、爪切り、はい、ネイルクリッパーズデイ、新年になって初めて爪を切る日、七草を浸した水に爪をつけ柔らかくして切るとその年は風邪をひかないと言われている、風邪をひかないと言われている、はい、だって爪切り、まあね、ほったらかしで3月過ぎて7日経って爪切るのも忘れてるもんね。僕さっき耳かけしましたよ。あ、忘れてたぐらいの感じ、うん、なんとなくこうお正月のみかんとかで、うんうん、なんか忘れるやん、うん、普通の行事をね、普通の日常をね、うん、あ、でもなんか始まる感じですかね、うん、今日なんか、ね、だからそういつさっきも出てきたけど、うん、七草を浸したからほんまやったら今日七草がゆなのかな、うん、七草がゆね、七草がゆ食べたらいいんでしょ、うんうん、でその七草に浸した水に爪ちょっとつけて柔らかくして切ると、その年は風邪をひかないと言われて、これ初めて切る。このエトラジも秋生もやってきて1月7日に当たったことないことない気もするけども、初めて爪切りの日であることを知りました。マミちゃん知ってた？知らない。そんな日ないね、七草の浸した水、うん、七草を浸した水に爪をつけ柔らかくして切るとその年は風邪をひかないと言われて、まず七草かゆが言うんだよね。七草をこうでこなくて、ね、用意せなかった、用意せない、はい、用意せないって用意していただいて爪を切っていただくという日でございます。はい、お時間はまだたっぷりあと9分ぐらいあるみたいですが、うん、もう公式行事ラストです、はい、昭和64年最後の日、1989年1月7日、うん、要は新元号平成と決定した日、まあ言うたら昭和天皇崩御の日ですな、ね、はい、今日は昭和天、昭和最後の日です。あ、そっか、64年のね、それこそね、コイン話したけど、昭和64年のコインは僕見たことあるね、ご理解いただけます、うん、昭和64年7日間しかなかったのに、ね、そのコインは見たことあるんだよ、うん、ってことは令和2年のコインも、うん、もう作られてんやろかという話ね。そうよね、7日やから ね、 ね、もしかしたら、今月やったら6が月曜やから、うん、新年ね、うん、仕事始めが6日とするんやったら、昨日ガッチャンコガッチャンコもし動いてたら、うん、そのコインは世に出るわけでしょ、うん、ね、で今日も、まあ、ガッチャンコガッチャンコしたら出るわけでしょ。だから2日間分の令和2年コインは世に出てる可能性はあると思うね、うん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 、でしかもまだ令和元年のコインを秋もアミさんも、まだそう、見てないとお見受けしておりませんね、令和元年、お待たせしました、英会話講師マミコワールドさんと平成31年はお届け中、見ました、平成31年、平成31年、それはあってもいいよね、あってもいい ね、 ね、平成31年は結局、うん、4ヶ月あったってことか、4ヶ月あった、うん、1月、2月、3月、4月、うん、4月ってか4月まで、うん、ほんならやってもいいか、ね、まだ回ってきておりませんが、うん、マミちゃん、新年の目標と、うん、ジュージュさんしとけるよ、残り8分 で、 そうです、ね、New Year's Resolution、 水亀座ぐらい見てあげるんやったら見てあげてもらっていいです、神秘家リュウジュの、はい、12星座占い、
マミコワールさんのフェイスブックページを主たる、掲載ページとして上げておりますが、それの、水亀座なんでやねん言ったら、マミちゃんも水亀座やからいう話でございますが、はい、神秘化龍樹の、何してあるんですか、神秘化龍樹の、星占い、はい、とりあえずそうですね、1月ね、2020年、2020 January's horoscope、はい、なんで、はい、とりあえず水亀座からピックアップしてあげてください。水亀座ね、Aquarius because we are Aquarius、はい、子供の頃の、あれ言うてあげなあかんやん、あ、何ですか、水亀座です、Aquarius、1月20日から2月18日生まれの方、はい、子供の頃の夢叶う、童心に帰ると大活躍です。ラッキーカラーは濃紺、濃紺、濃紺、濃い紺、紺ね、濃い紺、うん、紺がもっと濃いってことですね。ラッキースポット、古き時代の建物、昭和の建物かな、もっと古いかな、ね、江戸時代の建物かな、うんうんうん、あと平安時代の建物かな、アクエリアスです。子供の頃の夢かなんですよ、 Your dreams when you have the 童心に帰ってくださいって、 When you were a child it's with、ね、僕はもう小学校の時からこうやって番組やっておりましたが、いつも言いますが、マミちゃんは童心に帰って子供の頃何したかったんですかって聞いたっけ。新年の目標とは言いませんが、はい、僕は番組ですわ、いつもね、子供の時から好きなこと、はい、マミコさんは子供の時から好きやったこと、子供の時、大人ちゃうよ、子供の時、子供の時何でしょうね、子供って何歳とは言いませんので、童心に帰って、はい、どうぞ。いろいろ想像しながら遊ぶのが好きだったんです、小さい頃。それは一人遊び、二人遊び、一人遊びなんです。想像して遊ぶ、妄想ゲーム、連想ゲーム、いろんな、なんか、なんだろう、なんかを考えたりとか、うん、こんな人がいて、こんな 人と住んでたらどうなるだろうとか、うん、はい、想像する、想像遊びが好きだった、好きだった、ね、うん、で想像していっぱい踊らなくてもいろんなことだから文章にするもよし、こうやって音にするもよし、ね、こんなことがあったら面白いなって言ってもらってるんですよ。そういうのやってました。でも 夢って言うと何でしょうね、ちっちゃい頃の、うん、どうぞ。何だったんだろうね、ちっちゃい頃の夢、どれくらい何かしたかったってないの、それはイコール新年の何とかにも絡んできますからね。何かしたかった、何かしたかった、あの音出してくださいよ。やっぱり世界を回り、世界にすごい。ほんまそう、大人なんて感じじゃなくて、子供の時から思ってた。子供ながらに思うってすごいことよ。子供ながらに思う。子供ながらに世界を見えてたっていうのは、かなりその情報が。子供ってか小学校ぐらいの時ね。あ、小学校ぐらい。世界に敏感になるね。そう、世界からの友達とか。いとこのお姉ちゃんがのところに遊びに行った時に、うん、その裏に、うん、オーストラリアの人かなんかが住んでいて、でお姉さんが英語でペラペラ喋ってるのを見て、うん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 、わーすごいと思って、うん、でもそこから英語に興味があったのかな。だからそのリアリティ感がすごいわけですよ、うん、ね。まあ、僕だって小学校5年というか番組やってた、うん、で運動会も実況やってたね、うん、朝礼もそうやってやってた、司会とかそれやってたっていうのを見たら、うん、そこに絡みがあるから、うん、ああそうや、まみちゃんもうその間の子がその家の裏におってお姉さんが英語でペラペラペラって喋ったらかっこいい思ったっていうのはリアリティですよ、ね、そういうことです、ね、きっかけなんてそんなもんですわ、ね、だったかなって今を思い出しました。なるほど、うん、ね、まあ、だからこの前の新年会でブラックアンスタジオ行ってもね、あ、まあ、あの人種を問わず、人種っていうのかな、今日、ね、皆さん本当世界、国籍問わず来てはったでしょ、うん、そうですね、世界の人が集まりましたよね、そこで共通言語としての英語が駆使されれば、うん、コミュニケーションができると、ね、まあ、僕の場合は日本におんねんから、うん、はい、多国籍の方が日本語多少は分かるやろうということで、うん、僕とは日本語でペラペラ喋りますけど、ね、外国の方たくさんいてたけど日本語でしたもんね、うん、秋さんね、うん、俺には日本語でちゃんと喋ってる、秋さん日本語で喋ってましたもんね、今度来れるんとかいつあるんとか、ね、いつ空いてるんと聞いてるもん ね、普通にね喋ってました、ね、一緒に写真撮ろうや言うてますから ね、みんなね大阪弁を巧みにね操ってね、ちなみに一緒に写真撮ろうやってなんていうの、英語っぽく言って、あ、Let's take picture together. 一緒に写真撮ろうやね、うんうん、ほんあのロゴもハードロックカフェのロゴマークちゃんと写してや、あ、please get in that logo of Hard Rock Cafe って言うんですね、うん、って言えばよかったやけど、多分ね写真撮ってくれた子も外国人の子やったけど、ちょっとアジア系の子やった、あ、そうですか、分からへんねんけどね、
まあまあ日本語通じてるのか分からへんから、うん、もうあの補助員の方がね代わりに取ってくれましたけど、うん、いつものね、アシスタント、ね、いつものゆうこちゃんが取ってくれましたけどね、うん、代わりにね、まあ、だから言いたいことは日本語で伝わってるから、うん、日本におるうちはいいけど、うん、日本でないとこに行ったらやっぱり英語というものを使ってですね、うん、コミュニケーションを図った方が、中国の方は英語上手やもんね、うん、中国の方ね、そんな中国の方は英語うまい思うわ、うん、あれなんでやろ、文法が一緒なんやろ、あ、一緒といえば一緒、うん、一緒よ ね、中国のこの英語は上手思うわ、うん、なんか分からんけど、競争率も激しいからね、あ、そういうことか、あ、日本に来る中国人だけ結構ない、それだけ優秀な子か、うん、ほんまびっくりするわ、うん、あら、こいつらピーうまいな思うもん、うん、上手ですね、あっちは常にね、まみちゃんの英語聞いてるから、うん、あのベースにね、日本人の上手な方の英語ね、どんなんやったっけ、掘り出し聞き出し気づかせラジオって英語でなんて言うの、違う、Searching, listening, and then realize radio. エトセトラ。エトセトラ。エトラジ。エトラジ。一緒かい。はい、わかりました。まあまあまあ、だちょこちょこね、あ、今日キラリ海運社員に訪中してるのかやっとこうか。今日は藤井康夫さんお誕生日。あれ？ハッピーバースデー。ハッピーバースデーキラリ海運シャイニーフォーチューン。まだ2分ぐらいある。どうですか、まるこさん。あ、いいの、リュウジさんもう一個くらい言ってあげれるよ、水が水をピックアップ以外で、あと何かそのなんでしょうね、リュウジさん、リュウジさんは、ね、年間とかはないですよね、毎月毎月毎月だよね、月ごとしかもらわないでしょ、あ、じゃあなんかどうしましょうか、ね、ゴーザさん、ゴーザ行きましょうかね、パイシーズは、あら、ちょっと待ってくださいね、パイシーゴーザは何月だった、はい、残り1分36秒ほどですよ、急いでください、2月19日から3月20日までの人ね、はい、はい、まもなく誕生日の人たち、ね、ショッピングやグルメ楽しめ、ときめくものに反応、うん、ラッキーカラー紫、紫ラッキースポット百貨店、紫と百貨店を英語で言うと、パープル and ショッピング、あ、デパートメントストア、デパートメントストア、デパートメントストア、あ、だからデパートなのね、デパートですね、ときめくものね、ときめく、シャイニングです、昔おったね、こんまりちゃんとかおって、ときめくかどうかでほかすの、うんうん、これときめかないですかってポイスのおったでしょ、こんまりさん、あの生理術の人、うん、おったでしょ、あの人の本海外にも持ててるらしいよ、いっぱい訳されて、あ、そうかそうかそうか、うん、今なんて言ってんの、ショッピングやグルメ楽しめ、あ、ショッピング、はい、ときめくなんとか書いてあるんですよ、Exciting thing is、ね、ときめくかどうかって、ね、ラッキーカラーパープル、ラッキーショートデパーメントストア、はい、ということでドタバタしながら今日は、うん、聖徳太子像の1万円札から1000円札から、ね、令和コインからいろいろ確認したいものが出てきておりますが、10,000 円ノート、1,000 円ノートね、聖徳太子、はい、いきましょう、今年も、うん、エトラジもお楽しみください、メーカー講師マミコワールドさんと会員講師アッキーさんにお届けしました、それではまたお会いしましょうの時間かな、かな、はい、じゃあ今日は七草がゆ食べてくださいね、はい、爪も切ってくださいね、爪切ってくださいね、 Cutting your nails and then having 七草がゆ、 Thank you for listening、はい、See you next time。Send them back.